父の日、父の日は、父に感謝を表す日。アメリカのドット夫人が、母の日に習って、父親に感謝するために白いバラを贈ったのが始まり。父の日昼食1909年に、アメリカワシントン州スポケーンのそのラスマートドットが、男で一つで自分を育ててくれた父を叩いて、教会の牧師にお願いして、父の誕生月である6月に礼拝をしてもらったことが、きっかけと言われている。 彼女が幼い頃南北戦争が勃発。父ウィリアムが召集され、彼女を含む子供6人は母親が育てることになるが、母親は過労がもとで、ウィリアムの福音後間もなく亡くなった。以来男で一つで育てられたが、ウィリアムも子供たちが皆成人した後、亡くなった。最初の父の日の祝典は、その翌年の1910年6月19日にスポケーンで行われた。 当時すでに母の日が始まっていたため、彼女は父の日もあるべきだと考え、母の日のように父に感謝する日をと、牧師協会へ嘆願して始まった。1916年、アメリカ合衆国、第28代大統領ウッドロー・ウィルソンは、スポーンを訪れて、父の日の演説を行い、これにより父の日が認知されるようになる。1966年、アメリカ合衆国、 第36代大統領リンドン・ジョンソンは、父の日を称賛する大統領告示を発し、毎年6月の第3日曜日を父の日に定めた。1972年になり、アメリカでは正式に国の記念日に制定される。母の日の花がカーネーションなのに対し、父の日の花はバラ。そのラスマートドットが、父の日に父親の墓前に白いバラを備えたからとされている。 1910年の最初の祝典の際には、YMCA の青年が父を称えるために、父が健在のものは赤いバラ、亡くなったものは白いバラを身につけたと伝えられる。台湾の父の日は毎年8月8日である。これは、パパと中国語での88の発音が似ていることに由来している。ブラジルでは、母の日の3ヶ月後の毎年8月第2日曜日が父の日である。 ただし、国の休日ではない。1950年代にシルビオ・ブヒリングが、聖、ヨアキムを、アキラして提唱した。ロシアでは、毎年2月23日が、祖国防衛の日とされ、軍人、退役軍人に感謝する他に、父親、夫、男性に感謝する日となっている。これと対となる母親、妻、女性の日は、毎年3月8日の国際女性デーである。 元はソ連の祝日で1918年2月23日に赤軍が初の対独戦闘に勝利したことを記念し赤軍の日として制定され1949年にソビエト陸海軍の日と改名されたソビエト連邦の崩壊後の2002年に現在の名称でロシアの祝日となったイット、ゼッポラ、イタリアやスペインなどカトリック系の国では 3月19日西洋政府の日が父の日になる。イタリアではお父さんに感謝の気持ちを伝え伝統菓子の糸、ゼッポラを買ってきて食べる習慣がある。ドイツでは国の休日である商店日が父の日でもある。男の日とも呼ばれる。この時代には妻のことを夫の生命に夫人を付して呼ぶことが一般的だったため、ジョン・ブルース・ドット夫人とも呼ばれる。 A.B.C.D. Father's Day, The Woman, Spoken History of Father's Day, Daily American, 2007年6月13日、米国における記念日の位置づきについては、E.N., List of Observing Says, In the United States by Presidential Proclamation, 参照。23.Mystery February 23ユークレイニアン is something to celebrate ユクレインスカプロベダ。 ハットロシアンナショナリズムザナショナルリアサーション、オブロシアバイマーリーン・ラルール、テイラーフランシス、2009、ISBN0415484464。ありがとうございます。